次の肌に行くね。よ。はい。え？ひよりちゃん早いね。これは覚えてたから。そうなんだ。好きな肌とか？そういうわけじゃなくて、馴染みのない言葉だったし、この間調べて覚えてただけ。はぁ、ひよりちゃんすごいな。ほんとだね。私、カルタのことをスピード勝負としか思ってなかったよ。それは、せっかくなんだから、札の意味も知っておいた方がいいと思う。じゃあ、ひより先生、今の札のこと教えてください。え？お願いします、ひよりちゃん先生。もう。じゃあ、ちゃんとことわざを読むところからね。読めとおめ傘のうち。初詣でー、初詣でー。めぐる、はしゃぎすぎ。これくらい普通だよ。宿題もちゃんと終わったんだし、あとは楽しいことばっかりだもん。むしろはしゃがなきゃ。だとしても、年明け早々怪我でもしたら困るでしょ。気をつけておくに越したことはないから。はーい。ちゃんと聞いてるのかな。めぐるちゃん楽しそうだね。ひよりちゃんが誘ってくれたおかげだね。それはいいんだけど、やっぱり心配。優しいな。でもひよりちゃんが注意してくれたから、きっとめぐるちゃんは大丈夫だと思う。そうかな。うん、そっか。二人とも準備できた？うん、私たちも行こうか。あれ、どうしたの？ひよりちゃん、口のところ少し赤くなってるけど大丈夫？本当に小さいんだけど。あ、見てみる。本当だ。どうしたの？何かあった？ごめん、なんでもないの。肌が荒れてるのに気がついて。めぐる、ごめん。私、めぐるにはしゃがないようにって言ったのに、人に注意ができるような状態じゃなかった。ちゃんと自分の体調も管理できてないのに、もっともらしいことばっかり。待って待って、ひより気にしすぎだよ。私はひよりが私のこと心配してくれたの嬉しかったよね。でも私だって年末年始で浮かれてたのに、めぐるだけ責めるようなこと。それに二人はこんな失敗してない。管理が甘かったなんて本当はあっちゃいけないのに。そんなのひよりが悪いわけじゃないよ。頑張ってても荒れちゃう時だってあるよ。ひよりちゃん、この後はみんなでマスクをして出かけるのはどうかな。え？見えなくなったらきっと気にならないと思うんだ。それにみんなでお揃いにもできる。マノ、それ名案だよ。あれだよね、この間日和に教えてもらったやつ。あ、嫁とおめ傘のうち。そう、それ。傘のうちじゃなくてマスクのうちだし、本当の意味とは違っちゃうけど、女の子は
全部見せないのが一番ドキドキするって昔の人も言ってるんだもん。だったらそういう作戦もありなんじゃないかな。はぁ、本当のことわざより前向きな感じがする。でも、うん、私もそういう意味がいいな。めぐるちゃんみたいに素敵な意味を思いつけてたわけじゃないんだけど、どうかな、ひよりちゃん。ひよりちゃんはマスクがなくてもとっても可愛いけど、今日はマスクのうちもいいかなって。マノ、めぐる、私はやっぱりこれは失敗だと思うし、そんな自分が嫌だなとも思う。でもそれは一旦忘れる。直すことは後で考える。今は二人と一緒に初詣楽しむことにする。ひよりちゃん、決まりだね。マスク、マスク。どこに置いてたかな。あった。はい、ひよりこれで安心だね。うん、3人でマスクってちょっと目立っちゃうかもだけど。いつかのひよりの変装よりマシだよ。あれはそのじゃあ行こっか。嫁遠目傘のうち。夜の暗がりで見るとき、遠くから見るとき、傘の下からちらりと見えるとき。女の子はとっても可愛く見えるということ。ひよりちゃんはいつでも綺麗。